ははい、こんばんば脚本家家放送作家の松原修です、えー、昨日ですね「あのー、カリスマ」というタイトルの原作を担当して担当してるっていうのかな <laughs>、えー、原作で関わらせてもらっている「カリスマ」っていうタイトル、あのー、YouTube にあの動画上がってますんでよろしければまだの方は見てください。それのダビングがありまして えー、ダビングっていうのは音を決めるう工程ですね、えー、で昼のね11時からスタートで赤坂のスタジオに行きましてで、えーっとね、計6本のネタの音を決めなきゃいけないダビングで、えー、結局ねどんだけかかったかな78時間かかりまして大変なんですよ大変。で 3本やったらあの休憩取ろうとで残り3本やろうっていうスケジュールでやってね三、えー、3本終わったところであのスタジオの方がお弁当を取っててくださって「マイセン <laughs> マイセン間違いない」「みんなうなずいてる」「間違いない」「マイセンのお弁当」えー「ヒレカツ」と「車、えー、エビ天獣」だったかな。 そうちょっと値段するんですけど美味しいんですよあれ取ってくださって、スタジオの方がね一個弁当ひっくり返して、<laughs> <laughs> ひっくり返しちゃって、もうわわわわわ、ちょちょ,ちょっと待ってください、わーなって、<laughs> で、えー、まあこぼしちゃったから自分でそれね食べてらっしゃいましたけど、まあまあなどなどあってですね、七時ぐらいかなに終わって、で、まあ今ちょっと ご時世的にも緩んできましたんでちょっとご飯食べて一杯飲んで帰りますかって言って赤坂あ付近であのねなぜか磯丸水産になりまして <laughs> <laughs> 懐かしいなみたいな言いながら <laughs> <laughs> <laughs>、うん、カニ味噌焼いてですね、あのー、<laughs> で帰ったんです。うん、であのー まあすぐ寝て疲れてて疲れで今朝ですね起きて、えー、待つとカリスマとちょっとシナリオ作業やってで今これラジオ収録なんですけど振り返るとすごい楽しいですよね楽し,楽しくないですか <laughs> 僕にとっては当然すごい大事な仕事なんですよダビングって結構気合い入れて結構準備もしなきゃいけない作業なんですね。 仕事なんです僕は今言ったことって当たり前ですけどでも11時に赤坂行ってですねあのくだらないやり取りの音決めてでそのくだらないやり取りって内容一応考えてるの僕じゃないですかそれでみんなが動いてくださってでくだらないこの音声コントだからスタッフも笑っちゃうわけです笑いながらやってでお弁当があ,あーとかあってさで最後磯丸水産でご飯食べて <laughs> で今日 ラジオでなんか自分のラジオがあってすすごいい幸せだなっていう話です <laughs> <laughs> あの感謝の気持ちを忘れちゃいけないなっていうありがとうございますっていうあの関わってる皆さんっていう、まあ、なんでこんな話するかっていうとちょっと前にめちゃくちゃ腹立つことがあって <laughs> あいつだけは許さんとうんちょっと前に会ってね あの全然別件の,あの人なんですけどはいあのその腹立つ気持ちがあったんですけども振り返ってみるとああなんてあ,のありがたいお仕事させてもらっているんだろうとあの精神安定を図りましたはい <laughs> あのカリスマねよかったらまだの人本当ぜひ見てくださいさあえー、ここからはおそ松さんに切り替えてというかはいえー、今日のゲストはですね 作作曲家編曲家作詞家家編詞の橋本ゆかりさんに来てていいただいております、えー、橋本さんはゲストの,そのリクエストメールがすごく多くて一番多かったんじゃない、うん、橋本さんのメールすごい来てましたよねようやく、えー、実現しましてあー、まあ、たくさんの作品アーティストさんとやられている方ですけども、えー、おそ松さんの曲も担当されている方で、えー、今日来ていただきました。 はい、えー、橋本さんと2週にわたってお届けしていきます浦方今日もよろしくお願いします浦方はい今夜のゲストは橋本ゆかりさんですこんばんは橋本ゆかりです皆さんこんばんはよろしくお願いしますお願いしますご無沙汰しておりますご無沙汰ですね2年ぶりぐらいですか、うん、多分2年ですよね、うんえー、あれは 映画の打ち上げですかね映画の打ち上げでホテルの宴会場みたいなとこでプロデューサーから紹介してもらったのかもそうですねそんな感じでした橋本さん今日いらっしゃいますよっていうのでとことことと僕は行って初対面ですよねあん全にそうですよね、うん、そうなんですよこのラジオでちょくちょく言ってますが「待つ」ってだって2015年から始まって。 こんだけやってんのに、だ、今日二回目という。そうですね。ええ、私も他のスタッフの方と、はい、あのプロデューサーと音響監督。とその周りの方としかほとんど会わないんですね、うんで。映像の方の方とはもう、もう打ち上げの席で見る。 うんうん、っていう感じしかないから。そうですよね。なんかね、こうやって、ね、お会いできて、ちょっとね、嬉しいです。嬉しいです。はい、僕も、あの、二年前、テンション上がりました。ああ、橋本さんだ。<laughs> うん、なんか、ハグしたよね。<laughs> <は>言った <laughs>、うんうん。ハグした記憶がす。すみません、僕、が悪いんです、あれは。うん、<laughs> 橋本さん。えっとですね。そう、お仕事の話を、この番組、にお伺いするんですけども。はい、橋本さんの、その、肩書き。 で、はい、こうひ一言で言えないじゃないですか、はいはい、今やられているその音楽のお仕事ってどういうい種類があるんですかまあメインは BGM を作るのが割と今は多いですねで,、まあ、で3割ぐらいは、はあ、の歌もの、うん、んかしアニメの主題歌みたいなのの歌の曲を作ったりが、まあ、ボリュームとしてはまあ2割3割ぐらいに今はなってしまいましたね。あ その,都度そのまあ当然オファーが来るわけですけど、はい、ど,どうやってその、えー、橋本さんのもとにお仕事が来るパターンが多いんですか基本的には事務所があるので、はい、事務所を通してこういうのが来たけどどうするみたいなのであとスケジュールを見てうん、うん、じゃあやりましょうみたいな感じになるのがほとんどですね。ちちなみにちょっとお話 ずれますけども、はい、今日現場にいらっしゃって言うのはマネージャーさんですか。あ、そうです。あ、そうですね。はい、マネージャーと、あと、その、いろんな音楽制作の業務を兼務されてる方が来てくださってますう。うん、はい、はい、はなるほど。いや、ちょっとね、僕緊張してましたね、今日。<laughs> あの。<laughs> うん、やっぱ、こう。なんていうの。ちゃんとした人だから。<laughs> あ<の> <laughs> すっと背筋が伸びる感じで。はい。 ちなみに、えー、今のお仕事内容にたど、はい、り着くまでというか至るまでにどういった経緯で橋本さん来られた方ですかとねもともとはあの作曲家になろうとか作曲家になれるとかって思ってなかったんですね、はい、考えてなくてあのそれでそのレコーディングエンジニアの学校に行って。 レコーディングスタジオにちょっと就職してでもなんかやっぱどうしても会ってなくて辞めて、うんうん、でその後はあのはシンセサイザープログラマーっていう職業が昔あったんですね、はい、あのスタジオミュージシャンなんだけど演奏しない感じで楽器をスタジオに持って行っていろんなその,その時ってあのまだ、えっと、コンピューターとかなかったからまあなんかハードのシンセサイザー のいろんな設定をしたりとか音色を作ったりするような仕事をやっていてうん、うん、で何年か経つと今度コンピューターテクノロジーが進化してきて、はい、その職業自体がもう社用になってなくなっちゃったんですね誰もだから今その職業をやってる人はライブとかでやってるぐらいしかなくなって職業がないので仕事がないのであどうしようと思っているうん、うん で時に並行してちょっとインディーズのユニットとかもちょこちょこやってたんですね。はい、でまあそのそれは自分の曲とかを書いてたんでそういう曲をまあそういうその仕事で知り合ったディレクターとかに聞いていただいていてでまあポツポツとそういう仕事にそれがなっていって、はい、で割とえっと今のいる事務所でじゃあ自で預かるみたいにしてくださってその時割と あのアニソンの全盛期というかアニソンキャラソン全盛期って言ってその声優さんが歌う歌物の仕事がすごくいっぱいあった時代2 0 0 5 6年ぐらいで,で割とそれからまた何年か経って、まあ、34年ぐらい経ってじゃあちょっと BGM もやってみたいっていうふうに おっっしゃててくださる方がいて、はい、でそれで、えー、BGM もやるようになって並行して、まあ、歌物と BGM 並行してやっていくうちに、まあ、だんだん BGM の方にやる仕事の割合が多くなってうん、うん、今に至るって感じです。うん、は,はい、緩やかにこう,う、ね、変わっていったんですね。はあどうしようもないところはそのあの技術が発達してうん、うん、ちょっと斜用になっちゃったっ、うん、そこはそうですけど。うん その時その時やれることをやっていったらこうなったって感じあそうですか、うん、一番最初の,そのエンジニアになろうと思ってちやっぱりもうちょっと機材を扱う仕事なんでそのメンテナンスができたりとか、はい、それ電気的なことの勉強を全然してなかったのでやっぱその辺でちょっとつまずいたっていうのが大きかったですね。あまちょっと やってる内容的にもあもうちょっとそのエンジニアよりもどっちかっていうとその音楽制作とか、うん、そっちの方,の方の仕事の方が向いてるかなと思って、うんまあ、ちょっとそういう制作の方の会社にも入ったんですけど入ったところでまたその。 またそのシンセサイザープログラマーになる糸口があってうん、うん、なぜか気が付いたらシンセサイザープログラマーをやっていたっていう感じなので <laughs> あ<ー>まあすごく若かったんで、えー、やっぱりこれやってって言われたらやっぱみんな大人なんで「うんうん、嫌ですとは言え分かりました分かりました」って言ってるうちになんかそうなってったって感じです。過去のののゲストの方ににもいいいららっっしゃって、うん、いつの間かかとか気づた でもまあ僕もそうなんですアニメをやるなんて全く思ってなかったんではいあのこう周りに決められて緩やかにですね体育た,たっていくって悪くないですよねうん、まあね <laughs> <laughs> うん、いいんですよあの自分で決めなくてもって <laughs> たまに思いますけどちなみにやっぱりそのそっちに移ろっていこうと思って でも、作れなければ、できないと思うんです。<ー>どうしてその元があったんですか、橋本さんの中には。うん、でも、その音楽の仕事をしたい。 っていうのは、まあ、なんか中高生ぐらいでもう強烈に思ってたんでそれだけはぶれずにいたから、まあ、思い込みみたいなところとやっぱりすごくいっぱい音楽は聴いてたんですね、はい、そのぐらいから。うん、なんでまあそ,そういう下地があったからぐらいしかんでもやっぱりでもそういう意味ではその今やってる BGM とかは BGM やると思ってなかったので。 そういう勉強を全くしてないんです。はい、だから、今すっごい苦労して作ってます。ああ、そうですか。うん、ああ、なるほど。なんか、こんなことなら、音大に行ってればみたいな、こ、そういう場面はいっぱいあります。ああ、確かに、他のジャンルの方でも、たまにいらっしゃる、あの、振り返って。なんで、下地作っとかなかったんだっていうね。うん、その時は、そう思ってないから。ないんだよね,んよね。そうなんですよ。えー、で。いつからでも、間に合うと思うし。うんうん、ええー、そうなんですね。 次の話題なんですけども、あのー、アニメ作品の音楽をお願いしますと、はい、例えばまあじゃあおそ松さんだったら、うん、アニメ作品の音楽ですよってなったら橋本さんはどういう音楽を作らなきゃい音その作業的な感じ、はい、まあ基本的に BG 大体アニメの音楽は BGM か主題歌がまあちょっと、はい えっと、その挿入歌とか、あとそのパッケージに付随するキャラソンみたいな、歌ものか B. G. M. かどっちかしかないんですね。はい、で、で、で、どっちかのオファーはどっちかしか基本的に来ないですね。B. G. M. をやりながら主題歌もやってくれっていうのはほとんどないの。あ,あ、そうなんです、ね。で、うんうん、まあ B. G. M. で、主題歌とかそういう歌うものは基本的にコンペです。うん。で、まあ、全然別経路で、だから、割と我々の中でも、主に B. G. M.。 をやってる作曲家と、はい、主に歌物をやってる作曲家と割と二分されてそ,で、ね、その中の何割かはまあ両方やりますよっていう人もいる感じなので,、はいでまあ、BGM を作ってくださいっていうふうなオファーが来たらまず打ち合わせをするまでに大体資料が届いて、はい、打ち合わせをする時にあの音響監督と監督が 大体これぐらいの量の音楽が必要なのでって音楽メニューは何十曲とかでこういう曲こういう曲こういう曲みたいなのの表が作ってあってそれをもとにまあ打ち合わせをしてこれはこういうシーンで使いたいからこういう曲なんですみたいなのの打ち合わせがあってそれがを持って帰ってあとまあひたすら作っていく作業があってでまあ大体デモができたら。 あの音響監督やプロデューサーや監督に聞いてもらって、まあ、ちょっと修正があったらまたそれを戻していただいて直して何回かやり取りして、はい、まあこれでいきましょうってことになったら今度はその、えー、と半分ぐらいかもうちょっとな生の楽器をレコーディングするんですね。なので生楽器用の作業譜面を作ったりであるとかーなるほどオーディオのデータを作ったりとかスタジオに持ってって。 生の楽,楽器演奏者の人が来て演奏できるようなうん、うん、まずその前段階の作業をしてうん、うん、で,で、まあまあ、3分の1ぐらいはその自宅のシンセサイザーだけで作る曲もあるんですけどでスタジオに行ってそれをもとにあの楽器をそのデモの時はシンセサイザーでやってたけどこれは生のギターを入れますうん、うん、生のクラリネットを入れます、はい、っていうのを順,順次こうどん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 入れ替えていって終わって。 たらあと最後にあのトラックダウンって言って全部の音を修正して普通のテレビで流せるようなあの一本の曲にするって納品って感じですねその生の音を入れようっていうなるところはどういうところになるんですか あ、その曲調に対してとかってことですか？あ、えー、っと、これ、ここは生の音がいいって、うん、判断される基準というか、うん。やっぱりその生楽器に入ることによって、その曲、やっぱりそのシンセサイザーだけ。今はかなりテクノロジーで割といい音もあるんですけど、うん、やっぱり生の演奏にかなわない部分もすごいあるんですね。うん、あと、その人数感、ストリングスとかの人数感だったりとか。うん まあそういうのをある程度想定してやっぱこの曲はその楽器のソロピアノのソロ曲だからまあ打ち込みで大体ガイドを作っておいて、うん、生のん、うん、ただまあ全体にやっぱ予算があるので、はい、この曲はこうしようこの曲はこうしようっていうふうなスケッチみたいなのをある程度組み立てて予算内で収まるようにするって感じですかね。そのひと手間が うね、違うんでしょうねうまあどのジャンルもそうでしょうけど、えー、その今言われたのっていわゆる劇版というやつですか劇版の発注は当然作品が始まる前に来ますよねスタスタオンエアの前オンエアの前、ね、当然で、うん、えっとその何て言うんですかね、えー、他の作業と並行して進めていくというか、うん、でその段階でつまりその何て言うのかな 映像もないしキャラクターもこういうキャラクターだってまだ分かってなくてかなり手探りの状況で、えー、さっき言われたリストにはど,どういう書き方がされているんですか例えば悲しい曲とかかそういういこととですか割と細かくあのものによるんですけどコンテまで上がってますっていう時もあるしあのまだ台本しかないんですっていう時もあったりして、はい、そのやっぱ音響監督の人の,その書き方 みたたいいなのにすごい寄ったりしますでこ<ー>このシーンで使いたい曲をお願いしますって完全にそう当て書きで発注される時もあるし、はい、その悲しい時には使えるようなしっとりした曲をお願い、はい、割と大まかな感じのもあるし、うん、もう戦いの曲とかだけとか松の時は割とそうです、ね、あの細かくというか、うん、このシーンでこのシーンに使いたい曲って っていうのが結構もう最初から想定されて、うん、あそうですか汎用、うん、性があるものとやっぱりそのシーン専用のそうですよねピンポイントでジャン,ジャンルがあるとなんかあるからうん、うん、その辺はもうなんか その作品と音響監督の方によって全然違ったりしますね松とかだと基本コメディやってますからグッとドラマだってなったらそう用意しないとやっぱりそのねおまュものとかも結構あるからそれ専用そこだけしか使わないんですけどみたいなの結構ありますねありますねえメール頂いてましてラジオネームこれはさよさんかなえ 松原さんゲストの橋本さんこんばんはこんばんばは、えー、おそ松さんの音楽をずっと担当されていますが今までの楽曲の中で作るのが大変だったり難しかった楽曲はありますかあ<ー>うですそうですねそうなんかすごくそうさっきの音楽メニューに戻りますけど、はい、すごく抽象的なものとかもあるんですね。すよね。はい、だから3期で難しかったのはあの料理店,料理店 松えっとなんだっけ何<ん>だっけ何、えー、と,とかのないレストランに入ってく時に作った曲とかは、うんうん、やっぱちょっとなんかそのたメニューもなんか不思議ななんかもう不思議なでその感じっていうのと、はい、なんかすごく抽象的な表現で書かれてて <laughs> あとなんかその。 のの衣装がこんんななな感じなんですよみたいなのを、はい、絵をなんか見せてもらったんですけど、はい、やっぱちょっとよく分からないよく分からないっていう話ですからねう、うん、そういうのは結構難しいのがたまにありますねちょっと見返してみよう謎な感じでした、はい、謎でしたね、うん あの松と関係ないんですけど、橋本さんの作られた曲で、僕にゃ将棋が大好きで、はい。<laughs> ありがとうございます。にゃ <laughs> 将棋ね、皆さんあの一回、あの探して聞いてみてください。うん、嬉しいものすごい可愛い、ものすごい面白い歌なんですよ <laughs>。将棋をね、三、えー、月のライオンっていうアニメ、アニメって言っていいんですか。うん、はい将棋ね、があって、えー、ただその中で、あのー。 話の中に将棋を教え、うん、子供に教えるっていうふな設定のお話の時に、うん、その猫のニア将棋っていうのがあって、<laughs> そ,<う>それをなんか元々原作にそう、そう歌詞があったんですね。歌詞じゃないんだけど説明があって、でその言葉を拾って歌詞としてまとめてほしいって言われて。 動きとか、で、それに、こう、曲ができて、なんか、絵をつけてくださって、すごい絵がね。いいんですよ。ねいいんですよ。かわいいし、コミカルで、面白い楽しかったですね。はい。あのね、そっか、そういうからくりだったんですね。橋本さん、めっちゃ将棋詳しいのかと思って、歌詞聞いたら。詳しくない、詳しくない。要はね、そのね、将棋、分かってる人だったら。ピンとくるあるあるとか、こう、うん、こ、駒が持ってる特性とか。そう、そう、そう。 あのいや本当にすごいいい曲です。あ,ありがとうございます。歌ってますからね僕<ー><で>嬉しい。いや正義。<laughs> ちょっと頭が二羽正義になっちゃった。<ん>松に戻そう。そう私松原さんにちょっと聞いてみたいなと思ったことがあるんですけど、はい、あ,あの我々の仕事はこのビートに司かられてるっていうか、はい、曲ってテンポがあるから大体のサイズが読めるじゃないですか。 はい、の早い曲だから、うん、まあ3番ぐらいまで行ったらこれぐらいの長さだろうっ、はい、いつもそのその最初に台本を書かれる時に、はい、ど,うどういう感じでその尺って考えるのかなっていうのをすごく不思議。ああうん、なんんでで分以内に収まるるのっってていつも思ってるんですよ改めて考えますと今聞かれてですね、うん、確かにどうやって考えてんだろうって。うん 第一巻思っちゃいました多分経験則というか登場人物これぐらいでお話のサイズがこれぐらいで、うん、展開がこれとこれとこれ、うん、あじゃあ42分40前半、うん、で終わるかなって、うんはい、だからプロットっていうそのシナリオの前段階あらすじみたいなのを書いて監督たちと共有するんですけど。 多分作ったことある人はそのプロットで大体釈迦が読めますねそうなんですか、はい、もうこのこの話は15分ぐらいで終わるなみたいなのが、うんうん、それは終わるなって想像するすかそれとも、はい、終わらせようと思ってやるんですかそれはあんまり考えてないです、ね、そうなんだはい。いだから最初に尺決まってますからテレビサイズだったら20分強だよってなってだからなんとなく頭に20分強だよがあって、うん、でお話作ってって ええー、うん、二十分に当てはめていくというよりは、二十分になるプロットを作るという感じです。うん、そうなんだ。はい。すごい不思議。それがすごい。不思議。僕も聞かれて不思議ですね。うん、どうやって。やってんだろう。あとは。あの、まあ、待に関してですけど。こう。お話。によってですね。はい。 8分がベストと1分半がベストと、うん、バラバラなんですね<ー>はいなので尺を気にしてっていうのはだいぶ優先順位は後です、ね、そうなんですねはい10、えー、始末でさっき言われてたその変な料理店やろうってなった時はベストサイズは短い尺持たない <laughs> あの 始まってわけわからんまま展開もせずに、うんうん、わけわからんまま走り切ろうってなると尺はやっぱ短くなってうんでベストの尺で書いてみてえー、だからこっちの都合ですねこっちの都合でお話の尺が決まるえ書いてて長くなっちゃうとかはないんでですすすか僕ははああるるなありますねたまねたに大事項がそれはどこでそうかか短くするんですか えっと。やん、やっぱりプロットに立ち返るとですね。シナリオを書いてる自分が間違えてるだけなんですよね。<ひ>設計図段階で間違えてるってあんまないですね。すちょっといわゆる。その筆が乗っちゃった的なことでわ。ーっとちょっと書いちゃって。うんうん 全体が見えてなかったりしてあれ伸びちゃったなってなってプロと立ち返るとそうだそうだやりたいのはこれで優先順位はこれで今伸ばしたとこすごい優先順位低いじゃないかとい、だから必要ないっていうのが分かるんですかそうですあ切ろう切ろうってバサバサ切っちゃいますまあ偉そうなこと言ってますけど1本目のですね劇場新作待つシナリオ決定校になったと放送でも言いましたが コンテがパラパラと上がってきたみたいで尺が相当オーーバししてるらいですでもそれは松原さんの中ではこの台本だったら終わるはずと思ったけどでなただね僕が出したシナリオ皆さん読んでますから皆さんが OK したんですからこれは連帯責任ですね。みんなが日が乗っちゃったってことなのかな いい,いいように <laughs> 言って終わりましょう <laughs> 尺 OK ですまた来週ありがとうございました裏方はい、えー、来週もですね引き続き橋本さんにな話聞いていきますそして、えー、再来週ですけども、えー、再来週はゲストなしで松原一人で喋ります、えー、メールたくさん送ってください え番組の感想でもいいですし喋、えー、ってほしいテーマとか質問とか何でも結構です、えー、アドレスはこちらです裏方ア t トマーク JOQR.net 裏方ア t トマーク JOQR.net この番組は放送終了後アーカイブ YouTube の公式チャンネルでも配信していますのでぜひそちらでも聞いてみてくださいはいえー、っとおそ松さんの話いいですかもうちょっとだけあの2本目の劇場 公開予定されている新作の2本目のプロット、えー、先週先々週難航してると言ってましたが完成しましただいぶ予定とは違う内容になりましてねでもめっちゃおもろいからよかったなんとかね着地しましたはいまあこっから大変なんですけどねこっからシナリオを、えー、書かなきゃいけないんでそちらも楽しみにしてください、えー、来週も橋本さんとお送りします是非聴いてください今日もありがとうございましたおやすみなさい